沖縄の民は基地反対だ。沖縄の民は基地反対だ。作らせないという意思をたくさんの人が表明しています。私たちはこの会場を座り込みゲート前行動に行動して、こうして首都圏ではここ官邸前で声を上げたいと思います。辺野古の埋め立て今すぐやめろ。工事を止めよう。工事を止めよう。座り込みに行こう。座り込みに行こう。まあ、首都東京、政府のあるこの東京でですね、やっぱりやることの意味も非常に大きいと。で、特にこの首相官邸というのは、まあ、安倍政権、まあ、沖縄の辺野古のですね、埋め立てを強行している安倍政権のいる、まあ、官邸ですので、そこでやはり声を上げていくということも非常に重要な意味もあるんじゃないかというふうに考えています。